何が風だ風はねえだろ風はオープニングからうちでの小槌みたいないつき君どうしたの。やっぱ男はキャブっすかね。男はキャブ。土屋さんみたいなね4連スロットルにするかキャブ仕様にするか今悩んでるんすよ俺の。君はシングルでしょ。そうシングルのままでいいんだよ君はそれより俺の車早くしろ。そうっすね土屋さんあたりはもう今満足してるんすか今の仕様に。十分満足だよ。これ以上の必要はない。そうっすかと思ってたな最初の頃はな最初はね最初は、はい、今はもうやっぱこう筑波がね8秒ぐらいだから、うん、5秒ぐらいいかないとダメだね。そうっすよねやっぱね進歩がないな。もう進歩じゃない進歩じゃない人間はこう進歩がないといかんね。はい。そう思ってですね今日4連スロットルの車を集めてみました。俺の4連スロットルの同じような車で筑波を筑波っていうかここ5、6秒とかそんくらいで走れるような車を今日用意してきました。はい、ね、じゃあそれを見に行ってみよう。見に行ってみましょう。はいチェック。さあお待たせしました8のクラブボリューム2。今回はみんなからの希望が多かったテーマを中心にした60分。4連スロットルの特集はもちろん速さ以外の面でも着火進化しているドリキン号のチェック。新コーナーのちょっと気になるパーツテストではトラクションブラケットに注目。その効果をドリドリがチェックする。さらにおなじみのコーナーもパワーアップ。86をいたわりつつとことん86を楽しむための情報を今回もじっくりとお届けします。読者参加型土屋圭一86クラブボリューム2スタートです。まずは音も見栄えもレスポンスも良くなる4連スロットル仕様通称4スロに注目。5バルブに乗せ替えたドリキン号並みの気持ちよさを手に入れるためにはやっぱり4スロにするしかないってことで、まずはどうすれば4スロ仕様にできるのかという基本からチェック。いつき君とあなたの悩みを解消、こういうことですね。まあいつき君の車、まあ、ここにありますけれども、シングルですねこれね、はい、これを4連スロットルにするにはどうしたらいいかということで、そこで RS 安野山崎さんにお越しいただきました。お越しいただきました、はい、よしおしゃれですね。なんかね、ありがとうございます。文太の友人ですか。いえいえそういうんじゃなくて、はい、あ、4連スロットルにするにはこれをこうするわけですよね。そうですね。これは中古で探してこいですかね。あ、やっぱね。なるほどね。これ都市のやつですか。これそうですね101です。これ4連にすることによってアクセルワイヤーも延長しなきゃいけないと。はい。これは何ですかこれ。風圧を貯めるためのタンクですね。どうしても86あのバキュームセンサーを使って燃料の専用してるんで、そのタンクがないと風圧が出ないと、うん、なるほど、ね、ミルクタンクみたいなもんですかね。違いますね。そういう問題じゃない。失礼しました。怒っちゃいました。さあそしてこのアダプターはこれなんで必要なんですか。これこのインマン自体がこっち側ちょっと見ると分かると思うんですが、これ92のポートサイズになってます、でこれを大きいポートに広げるためのアダプターです。92の場合だったらストレートのまんまでいけるんですが、86はこのサイズが違うためにどうしてもこういう形状のものが必要になると。なるほどね、はい、綺麗ですね。でこのファンネル、このファンネルの高さでだいぶパワー変わるんじゃないですか。っていうふうに昔はまあキャブでは言われてましたけども、インジェクションになってからはあんま関係ないです、関係ないですね。逆に言うとここの K ですね、あの吸入系でかなりパワーが変わるような状態ですよね。K でね、長さはあんまり関係ない、昔はよく短いものは高回転型で、長いものはそのトルクが出るなんて言い方しましたけども。なるほど。これスリーブは何ですかこれ。これエンジン仕様によって、空気 その吸入速度を変えてあげようと、これコンピューターがあってサブコンがあってってどういうことなんですかこれ。要するにもう15年とか17年とか古いコンピューターなんですね、でおバカさんなんですよコンピューター自体が。でマップがものすごく広いっていうこと、でとりあえず大まかなセッティングはこの本体でデータを作ります、で細かい制御をサブコンでするっていうことですね。3500回転っていうまでっていうのはこのシングルスロットルと4スロと比べるとこっちの方がえらく稼えるんですよ、逆に4スロの方は絞ってあげなくちゃいけないし、逆にそこから上はこれは絞るんだけどそっちはもっと引いてあげないと。あ、なるほどね。吹き上がらないっていう、はいはい、ですね。ということでこれで20万ぐらい。そうですね、取り付けとそれからこの中古パーツ、
それからコンピューター、ね、それとインジェクターの容量が足りないんで、うん、インジェクターも込みで取り付けとかセッティング含めて大体そんなもんですね。あ、取り付け工賃まで入って22万ぐらいで上がると、はい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 、デメリットってのは全然ないんですかね、これ今そのこれをつければ速くなるっていう風に勘違いしてる人がいるんだけど、実はこれはこれだけでは動かないんだよっていうことはやっぱりそこです、そこ、そこなんですよ、もう読者の人は何でも部品見るとこれで速くなっちゃうんじゃん、つければ速くなると、思ってる人が多いと、多いですね。セッティングをしないと何の意味もないと、川崎みたいにね、日本中で悩んでる人たくさんいると思いますけれども、よく勉強してください。今回の舞台は恵比寿西、筑波より55メートル長いコースでドリキン号はどれくらいのタイムが出せるのか。タイヤは横浜のニュータイヤアドバン A048 を装着。ドリドリの目標は今のドリキン号を 2,3 秒速くすること。ということはここ恵比寿にして 6,7 秒台で走るマシンってことだ。さあ続いては、はい、4スロの読者が来ておりますので、はい、この読者のマシンをちょっとチェックしてみたいと。トップバッターは石井くん、エンジンは RS ヤスでチューニングし86ヘッドのまま101の4スロをつけた仕様だ。筑波1分7秒早いね、オレンジより早いね。早いですよ、ねえ、オレンジより早い。これやっぱ面白くてね。ねえ、あ、わかった、オレンジより速いのはこのカムだな。カムですか。302ッパピストン83杯ですよ。はい、CA の CA のピストンですね、はい、加工して。これはアイドリング効かねえな。いや、これがアイドリング効くっすよ。しちゃうわけですか、うん、するんですよ。かけてみるよ、ちょっと。こういうやつに限ってプラ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 。効くじゃねえか、アイドリング。アイドリングしてますよ。いい音するな。いいですね。エアコンついてますよ、大体。エアコンついてんのこれ。効くのこれ。いや、今は効かないです。ベルト外してある。いや、ついてます。エアコン合わせて快適装備で1分7秒。土屋さんのパワーステーなし、エアコンなし。あらばっかふざけんな。これ肝、四連バタフライサブコンで低速の燃料を絞る。絞る、本当に絞ってんの。絞ってます。サブコンっていうのは何を使ってんですか。君たちってなんか五木くんみたいなね。そんなことないよ。サブコン何を使ってるんですか。あースーパー AFC で、絞ってるんですけど。あ、15万だよ。そうです。エンジン本体が35万。はい、ドリキン号よりどれくらい速いのか走行チェック。本物の86乗りの走りとタコメーターに注目。ギアがノーマルの石井号、 1,2 コーナーへは引速のまま進入。アンダーが出やすい2コーナーでは絶妙にオーバーステアーに持ち込むドライビング。うん、素晴らしいの一言。一瞬4速に入れるか悩むドリドリ、いまいちギア比が合っていないようだ。フロントのブレーキがちょっと甘いぐらいで、よくできてるよこれ。エンジンはいい。このエンジンは気持ちいいよ。しかしタイムはドリキン号よりなぜか1秒以上遅い。これは立派立派、いい感じだよこれ。一速は使えないってことだろうな、この車が。俺のは一速使えるから速い。筑波の時は一速使ってなかったから。で、このとこファイナル変えて1を使えるようになってから俺の速くなってるよ。
だそこじゃないかな。上のパワーはこっちの方があるもん、俺のよりも。これはね、下から上までどこもこう引っかかるとこもないし、谷間もないし、ちゃんとスムーズに上まで回るし、でもこれはあのちゃんとしたところで作ったエンジンですね。これは立派。丸。続いて千葉県から来てくれた斉藤くん。キューニーヘッドに101の4スロという組み合わせ、サブコンを使わずフリーダムのフルコンを使用。101、15万5000。まあこの辺は変わんないんだね。同じようですね、大体。肝、3、4000回転のばらつきがあったが、フリーダムにしてだいぶ良くなった。フリーダムまた出ちゃいましたね。コーヒーフリーダムを飲む。はい、はい、これはなんだこの弁当箱は。これ斉藤君のこれトイチのノーマルのインダクションボックスなんですよ。まあ、ゴミが入らないようにってことですよね、要はね。寿命長持ちタイプです。この分がちょっと遅くなるですよね、やっぱね、多分ね。どのくらい遅くなるの。分かんないですけど、同じような車でね。ああ、でも試してないから1分10秒台っていうんだから、ちょっと遅いよな。俺のシングルスロットルも10秒ですから。1信号は7秒台だもん。そうですね。だから同じ4スロでもこれだけ違うわけ、はい、だけどやっぱ幹部が違うね。そうです ね。あとまあピストン系も違いますしね、うん、エアコンついてるじゃん。エアコンみんなついてますね。エアコン効くの。効きます。悔しいですね。エアコンもついてドリキン号より43キロも軽い斉藤号。これでドリキン号より速かったら、次号は軽量化の特集をやるべきか。インダクションボックスがついている分、若干音はこもっている感じ。 1,2 コーナーはこの車も2速のまま。いいよこれもう、なかなかいい。4.5 でタイヤ外径も小さい分、この車は確実に4速に入る。エンジンパワーは石井号ほどではないが、ギア比はいい感じ。タイムは石井号よりコンマ3秒速い。どっからでも吹けてくる。いいエンジンだねこれもね。ちゃんとセッティングされてる。これは立派だ。お次はホームページを持っている須藤くん。ほとんどノーマルの86エンジンに111の4スロという組み合わせ、コンピュータはフリーダムを使用。おめえゲゲゲの下に出てるな。エンジンはいくらかかってるんですかこれは。カム264ノーマルだよ。カム1万円で買って付けただけなんで、今かかってないですね。かかってないです。安く。早いですか4連にして。わかんないんですけど。それが聞きたかったな僕は。でもノーマルでから乗ってるわけでしょ自分で。そうですね。でもなんかノーマルの方が早いよ。早い。はい。はい、ご苦労さん。ということで、結局セッティングなんですよね。こういうのつけるときはね。まあつければいいってもんじゃないんで。つければいいってもんじゃない。そう。ちょっと重たいですね。おお。重たい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 。車重は940キロと軽いものの、ギア比もインジェクターもノーマル。ただ音だけは良さそう。でもやっぱりコーナーの立ち上がりの吹けはいまいち。ここでは息つき症状が発生。
60年式の北ロ号だけど、もしかすると全球のガスタンクがついていて、そのせいで息つきを起こすのかもしれない。シフトに悩むドリドリだが、4速に入れても遅くなると判断。やはり4スローをつけるならエンジン本体にももう少し手を入れないと意味がないのかもしれない。111の新しい4スローをつけているが、タイムはいまいちだった。本来となんか息づきしたよな。うん、ノーマルより、ノーマルよりどうぞ。ノーマルよりはいいよ。もうノーマルよりは早いよ。早いらしいよ。上だけ使ってればな。上ちゃんと使ってればな。上使ってなきゃダメだな。ちゃんとつければ問題ねえよな。もうちょっとよかったな、来たろう。よかったね。ここで疑問、101と111の4スローはどっちがいいのか教えて山崎さん。4レースロットルを使うときに、うん、山崎さん、はいはい、111と101とありますけど、はい、もう単純明快に111の方が新しいからいいんじゃないかと思ってる読者の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、俺もそう思う、はい、ただ新しいものはいい。中古で買うとなると全然こっちの方が安いわけ で、 そ、 で、ね、その辺101用と111用を使った時の、まあ、メリットとか、まあ、変わりはどのぐらいあるのかとか。こちら径がでかいんじゃないですかこれ。そうですね、マイナーチェンジしてちょっとパワーが上がってるのが111なんですが、うん、これスロットルボディの径が101と比べると、ね、大きくなってます。でかいですよね、はい、新しい方が、はい、でかい方がいいんじゃないですか。うん、これもだからチューニング度合いですよね。十分これで間に合っちゃうようなチューニングの仕様であれば、あ、101で十分で、これ足りなければ111と。どのくらいになると足りなくなっちゃうんですかね。やっぱりあれですね、 5AG クランクでストローク伸ばした車とか、うん、7A8A とかそこまでやっちゃうと、じゃあ111の方がいい。そうでしょうね、絶対有効ですよね、こちらの方が。そこまでやんないんだったらこの小さい方が十分いけるでしょう、はい。重工を取り付けるときはここの掃除もお忘れなく。あとはやっぱこのスロットルボディ、はい、ちょっと距離走ってるもんだとこの今閉じてますよね、これがやっぱり閉じてても若干こう開いちゃってるものとか、その辺はもうどうしようもないですね、防ぎようがないと。結局全閉してるのにこの分開いてるから 4個の同調が取れないと、はい、アロンアルファ塗っちゃう。それじゃ開かないじゃないですか。怒ってます怒ってますどうなんですか、4レースロットルにした時は、もうパッと目でこれじゃなんかちょっと大きすぎるなっていう感じもするんですけど、うん、これもでもチューニング度合いで、例えば 4AG のハイコンプとか、うん、4.5AG ボアアップですね、うん、その程度の仕様で使うんであればこっちの方がいいですよね。有効ですよね。でそれ以上の仕様になってくると今度細すぎてパワーが出ないんで、逆にこっちの方はうちなんか使ってます。なんか俺の車86よりももっと速い車をお前用意するとか言っちゃうんだけど、そうだよね、俺のが一番速いんですけどそうですね、さすがやっぱり天下の TRD だな。そういうこともあるかと思って、なんだよ今日はショップさんの車も今から用意してるんですよ。田舎もやだな、せこいって使っちゃってショップマシンを見て4スローを生かすチューニングをもう少し追求してみよう。まずは5バルブエンジンに乗せ替えるキットを製作したアネックス。もともと4スロー仕様の5バルブエンジンはどのバルでも十分速く壊れにくいのがポイント。ドリキン号と同じ速さを手に入れたいのならこの手もありだ。装着キット34万8000円、これ土屋さんの仕様全く一緒ですね。ほとんど一緒です、ね、ギア比だけですね、はい、合計で70万から75万で上がると、まあ、エンジンが111は高いんでこのくらいかかっちゃう。一応デスビを前に持ってきて一応ボディは加工しない、加工なってませんね。ほらこれだよ桜井さんできるじゃない、やればエアコンついてますね。できるじゃない俺あれば。エアコンついてます。うぜえエアコン結構ってのは。いやいやいや、なかなかメーターの作り方も綺麗だねこれね。ねえこれ俺のより早いんじゃない。8号のボディをフル補強したアネックス号はエアコン付きなのにドリキン号より61キロも軽い。そのためかパワー感はドリキン号より上。しかしリア周りの剛性を上げているため若干オーバーステアが強い感じだ。
ドリキン号より100分の8秒速いタイムをマーク。これはね、足だけだね。足だけ直せば安全な楽しい86になる。4コーナーの高速コーナーではリアスポイラーがないためか足のせいか、アネックス号はちょっと不安定だった。エンジン関係とかそういうのはもう全然いいよ。目標達成ですね。はい、はい、嬉しいです。 OK。 オートガレージロフト号は SK 産業の4連スロットル仕様。地元 YZ サーキットでは86のコースレコードをマークしている実力派。中低速位置のピックアップを狙いフリーダムでセッティングしている。4連、これ工賃込みで26万円。工賃別で部品がスロットルボディが16万円と、コンピューターが10万円。はい、ね、エンジンに50万かかってると。そうですね、はい、工賃入れると100万円ぐらいですか。そうですね、約それぐらいになりますね。これは何ですか。これはこれはですね、あの新規を入れるためにこちらから新規に入りまして、こちらがラジエーターの風と分けてるのよ。ふすま1枚って感じだな、なんかな。アクセルが重いな、これな、めちゃくちゃ重い。さあ、それでは行ってみたいと思います。アクセル重いな、重い重い。速そう。じゃあ行きますか。めちゃくちゃ重いアクセルペダルにたった一周で慣れちゃったドリドリもすごいけど、エンジンのレスポンスの良さも超すごいぞ。848kg とドリキン号よりもなんと 138kg も軽い。これは好タイムが期待できるぞ。目標にしていた1分7秒台をマーク。これはすごい。初めて乗る車でタイム出すのもすごいですね。いいね、やっぱこういうエンジンに乗りたいね。8500まできっちり回るよね。こんだけ速い86だったらすんごい面白いよ。渚オートは101の4スロに86ヘッドの組み合わせ。ポイントは 1.8 リッターの 7AFE エンジンのブロックを使用しているところ。安く排気量アップするにはこの手もありか。渚オート号、渚オート号、これどちらから。大阪です。大阪、はい、池田市です。あ、4電装着費用25万、エンジン本体50万。はい、これは先ほどと変わんないですね。岐阜とでも排気量が1800になってますよね。ああ、そう考えると安いんだ、まあね、これタワーバー、タワーバー、これ焼き肉もやってるんですよ。あ、いいね、さすが関西大阪。これ腰下はブロックは何？ 7A、はい、7A に86のヘッドを使ったりと。これはじゃあ早速乗ってみよう。渚オートは初めてのエビス西のためバネの選択に迷いがあった。フロントに13キロではちょっと硬すぎ、アンダーが強くリアも跳ねてしまい、トラクションのかかりがいまいち。
タイムは1分8秒42をマーク。いやー、それにしても硬すぎるな、足が跳ねまくり。エンジンは届かるね。これもっとね、こういうちっちゃいヘアピンがないようなサーキットに行くといいかもね。テクノプロスピリッツはフルチューンの92後期エンジンをベースに101の4スロの組み合わせ。ポイントはランエボ3用のインジェクターを移動して使用していること。不圧タンクも取り外しレスポンスアップを狙った仕様だ。さあ、マイカーチャレンジのコーナーです。はい、今日の挑戦者はちょっと年齢制限超えてますが。嘘。あんの年齢制限ある？あるよね。いくつですか？若い子しか相手にしないもん。そう、あ、気持ちは若いんですけどね。4連が31万って一番高いね。高いね。これはセッティングも含めてですか？セッティングも含めて、はい、正直ですね、はい、エンジン本体も70万。これはね、普通はこんぐらいかかりますよ。普通はね、うん、まあ、あのサーキット全開でも壊れにくいように作るために。ああ、なるほどね。売りがこのインジェクター外に持ってきてる。あ、パンネルの、ね、パンネルのというかスロットルの外。これはやっぱ無化しやすいように。あ、気化しやすいように。そうですね。無化、霧化、無化、無化と。あ、まあ霧状に白学ですね。一応年は経てます、ね、はい、で無化は秀樹でもいい。おお、いい感じだね。トルコもあるね。あ、軽く吹ける。今回の中で最軽量のテクノプロ号、盗聴リンクも装着、ヘアピンもほぼ2足で行けるようなギア比に合わせてきた。なんと1分6秒12。 S タイヤクラスではあとコンマ1秒でコースレコード。うわ、すごい。いい。この人がエンジンを作った浅野さん。8800まできっちり回る。トルクもパワーもスムーズさもピカイチだよこれ。こんな軽く回るもんなんだね。いやー、感動しちゃうな、このエンジン。100点最高っすか、これは。大きいですか。素晴らしいよ、このエンジン。素晴らしい。一速に入れればあとコンマ2秒上がるかな。1コーナーとヘアピンと。そういうギア、いや、今のままでも。あ、そうですか。か、タイヤの毛をもうちょっと小さくする。そうそうそう、そうすれば全部2で合うんだよ。でここだけちょっと瞬間的に1使いたいなってことは、あとほんまに3秒あるよ。じゃあ5秒だ、うん、すごいっすね。シングルスロットル以外いらねえって言ってたんですよ。今から4スロットルっすね、やっぱね。そうだな、うん、いやこれはすげえよ、このエンジンは。これはね、TRD がね、このエンジンを買って勉強すべきだ。TRD 勉強しろ。これはね、すごいわ。そしてもう1台、インジェクション仕様に対抗して FCR キャブ仕様も持ち込んだ。筑波ではオーナーの鈴木くんが1分5秒7を叩き出しているマシン、恵比寿西ではどうか。さあ、それでは4スロに対抗しましてキャブ車です。キャブもね、瞬間的なパワーありますからね。
しタイムは1分8秒69と振るわず、どうやら左コーナーが多い恵比寿にしては息つき症状が発生してしまったらしい。ガソリン偏っちゃうんだろうね。吹けなくなるところがあるし、難しいよねキャブはね、セッティングが。いつでもこうこのパワーでいつでもどこでも吹けてくれたらキャブもいいんだろうけどね。絶対パワーはやっぱりキャブの方がある。4スロね、いいね、いい。全部負けちゃいましたねこの車から。まあそうだね。キャブ車もいいんですけどね、音だけは。あ、だからセッティング難しいじゃないですか、キャブ車って。ですよね。なんかいつでもどこでもなんかこうセッティングしてないといけない。はいはい。やっぱ4スローの場合は何もしなくても、どこ行っても走れるじゃないですか。もう4スローですよね、今から。俺もつけたくなってきちゃったかな。やっぱ4スローでしょ時代は。やっぱ4スローは燃料も食わないし、コンピューターで点火式いくらでも上げられるし、やばいところでは下げればいい。で燃料の偏りもないし、で燃圧も上げられるしっていうところがやっぱ面白いでしょうね。ということでキャブ車もいいんですけれども、4スローはいいぞと、そういうことだと思います。はい。続いてニューコーナー、ちょっと気になるパーツテスト。1回目の今回はトラクションブラケットだよーん。エンジンで速くするっていうのを結構やりましたけど、やったね。今度はですね、足回りでもやっぱり速くしていきたいなと。俺は難しいよ足は、ね、俺のはもう完璧だよ君。これ決まってますけどね、うん、俺とあの TRD の合作で史上最強だよ、はい、お前これ何これ。車高を下げた時にフロントにはロールセンタージャスターつけるじゃないですか、うん、リアにもこういうのをつけてあげて、うん、アームをちゃんとこう下に向けてあげるという、そういうパーツです。でちょっと気になるパーツ。はい、うん、でだいたいリアをトラクションを良くしようとすると86の場合は盗聴リンクやるんですけども、だいたいやっぱり今安くなってても10万円以上やっぱりかかっちゃうと。あ、なるほどね。でこういうブラケットをですね、トラクションブラケットをつけることによって、まあ、2万5000円で済んで、まあ、これと同じ性能までいかないと思いますけど、うん、体感できるのかっていうのをちょっとやってみたいなと。体感ね、はい、タイム上がったらつけてやるよ。あとフィーリング、フィーリングすんげえいいもん俺も。抜群にいいもんだって。これなんか重そうだよな。測ってみたら2つで 2.3 キロもありました。でいいよ、とりあえずつけてみて、はい、よかったら皆さんにもねご紹介したいと思います、はい、あのタイムが落ちたらボツと、この企画は以上、はい、行ってみたいと思います。厳しい。このタイヤは素晴らしくいいね。これはいいよ、このタイヤは。これは横浜の大ヒットになるね。今までのあの038はクソだね。まああのそれぐらいこの048ってめちゃくちゃいいですよ。最強の足回りスペックはご覧の通り。装着前のアタックでは1分9秒61をマークした。トラクションブラケットの取り付け方は完全ボルトオン。ホーシング側でアームの取り付け位置を変更することでおよそ2センチアームが下側を向くようになる。これによりリアタイヤが少しでも地面を押さえつけようとする働きを狙ったパーツ。これが装着前のアームの位置。ブラケットを取り付けるとこうなる。この史上最強の足がどう変わるか、この辺が楽しみですね。では行けってかい。行ってみますか。車の特性によってすぐに乗り方を変えてしまうため、わざとアタック1周目の映像を使用することにした。さあ
違いはどこにあるのか。アンダーっぽいな。アンダーっぽいね。このコーナーでは1足を使用していたのに装着後は2足のまま。ってことはトラクションは良くなったってこと。さらにここからの高速区間ではリアが粘る分タイムアップが期待できる。タイムはコンマ2秒だけど速くなったぞ。どっちかっていうと乗り方を変えなきゃいけないね。今までみたいにこうセオリー通りのブンブンブンでフロントのグリップを確認しながらアクセルを入れるんじゃなくて、もう完全なアンダーステアになるからアクセル入れて曲げるっていう、もう完全に乗り方を変えていかないと。リアの粘りがすごい強いからトラクションは良くなったんですよね。トラクションはいいね。フロントのグリップが減るね。リアがこうグッと粘っちゃって後ろが沈み込んじゃってフロントが浮き気味になってフロントのグリップは減る。だから本当に上級者じゃないとこれ使えないね。上級者だと違いがちょっと分かるかなぐらいの。上級者でもアンダーの車をアクセルで向きを変えていくようなね、そういうスタイルのドライバーじゃないとこれアンダーで乗れないっていう話になっちゃうね。じゃあ上手くなってから手に入れようというパーツですね。そういうことだね。はい、ありがとうございます。あとはひどいドリフト仕様の車だね、そういうのにこれを入れてちょっとニュートラル方向に振っていくとかね。頭使わないとね、ジロちゃんね。うん、何でもつけたら、あ、これダメなんだって決めつけるんじゃなくて、これが生きるのはどうしたらいいかとかね、そういうふうに考えないと、ジロちゃんね。さすが。大人になれないね。さようなら。このコーナーでは、ちょっと気になるパーツを募集中。ドリドリがきっちりとプロの目でパーツの体感度をチェックしてくれるぞ。マシン以外の面でも、ドリキン号は進化を続ける。最近やった小細工チューンを紹介。さあ、ドリキン号、はい、最近の小細工チューン。はい。走り以外の部分でね、ちょっとやってますから、最近。何を？じゃあ、なんか。何やってんの？やってるじゃないですか。何を？僕か。お前、なんかやってんの？ちょっと見てみましょうね。そうですね。カーボン。あ、かっこいいじゃん、かっこいいじゃん、かっこいいじゃん。かっこいい、かっこいい。うん、いいと思うよ。これはドリキン号用にドライカーボンで作られたワンオフもの、お宝パーツなのだ。はい、そのままね。いくよ。ほら。何？ライトじゃん。中が青い、中が青い。これレイブリックのマルチリフレクター。え、かっこいいね、おしゃれだね。ちょっとね、ちょっと上品さが出るんじゃないかななんて、ちょっといいかもね。いいですか、採用ですか。これは OKOK 採用してますけど重くないのこれ。これ2つですね、527g だったかな、軽くなんです。えらい、よろしい、 OK。明るくなって軽くなる優れものパーツ、これは誰でも買えるよ。軽くなるってのはいいね。軽くなってます、続いてちょっと重くなってます。何？ ARTA のカロマット。カロマットカロマットなかったもんでね。おお、内田さん貧乏なんでまあいいかもね。ねえ、フロアマットにも気を配ろう。車内の雰囲気がガラッと変わっていい感じ。あとケウト。ああ、いいね、ケウトはね、やっぱりね。走り屋には必要だね。ラジオもなかったドリキン号に強い味方、ケンウッド DPX550。 いいんじゃないの、まあ、こういう感じでちょこちょこやっておりますけど。ちょこちょこね、はい。読者のみんなはどんなチューニングをして楽しんでいるのかをチェックするために、ドリドリは一路北海道十勝へと飛んだ。やってきました、北海道です。そうです。北海道の、自慢の86、読者の皆さんの痛い痛い自慢のマシンをチェックと。チェック、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 チェック。汚ねえ車だな、これはな。汚いですね。汚ねえな。これでも200万円かかってる。嘘だよ、それはぼったくられたんだけど、ショップで。ねえ、ショップの店員です。ショップの店員何も言えなくて夏自慢は、いや、50枚限定の TRD のボンです。ああ、これね。あとはライトに HID がついてる。ライトちょっと、はい、つけてごらん。はい。おお、かっこいい
途中行く？これゴミ箱？いや今ちょっと帰り自宅の最中。帰り自宅？これ足がひどかったっすね。足ひどかったですね。森戸さん大変苦しんでましたね。今時珍しい。もう少し頑張りましょうじゃなくて、もっともっと頑張りましょうだね。斉藤君、もうちょっと足回りにも気を使おうね。次はこちらですね。これまあまあ綺麗だね。これかっこいいですねこれね、うん、ところでこれ気になってるんですけど、今流行ってますよね、アース、はい、アースウィングシステムとか。アースウィングアンドファイヤー、はい、古いですね。ちょっとこっち来てくれ。何が気に入ってんの？このメーターに書いてある文字ですね。踏め、踏まれるのが好きなんです。違う違う、痛い。じゃなくて、うん、アクセルの踏みってことですよね、きっとね。ブレーキを踏みじゃなくてアクセルだよね、はい、エンジンがスカスカだった佐藤号、頑張れ。言葉をなくすほどにツヤのない車だな。こんななっててますよ、ここね。フェンダー産んでるよ。いやだから近日に全部直す予定なの。近日直す予定。ちょっと超クラのような気もするんですけど。俺もそう思うな、ね、ここまで腐ってるとさ。これちょっとやばいですね、これね、うん、これ熊くぼのように腐ってるよ。フレーム修理してないから余計進行してるんだよね、きっと。あ、はい、どうもありがとうございました。はい、走るだけもいいけど車もいたわらないとね。これは綺麗でしょ。これ自慢は今5万円で譲ってもらった車体を、うん、ちょっと大金かけて直したっていうことですね。大金かけて直した。大金とは、はい、120万ぐらいかけて、あと足回りのブッシュとかそういう細かいとこからやってきました。120万。エンジンは？エンジンノーマルです。エンジンノーマルでどうやって120万もかけるんだよ。いろいろとしっかりしたところで板金してもらったんですね。違う、これ中に女が入ってるな。どこだ。俺考えてるね、これ。これいいね、うん、車載カメラのこのステー、これは大変よくできました。これ美しいよこれ、うん、なかなか。この車高 の美しさもあるしね、車の綺麗さもあるし。今日初めてが大変ですね、うん、これ大変よくできました。これわあ、これ美しいね。これ大変よくできました。ダメこれ、こっちですよ。これはこれは綺麗だよ、これ。これもまた金かかってたね、これ。うん。これ全部でいくらかかってんの？あの、GTR 買えます、34。GTR 買えるの？それはもう女に騙されてねえか、それは。GTR の34が買えるぐらいかけたら、こんな格好してないよ。でも綺麗だね。綺麗ですね。作り方は綺麗だよ、これ。もうほんとね、なんかすごくこう、A 型が作ったって感じだよ。A 型です。ね。これ占い師やろうかな、これ。次、剥がしですね。任しとけ。お金のかけすぎには注意しましょう。これだとサンルーフこんなのもう今ないですよ。今だけこんなのね、本国ではいないよ。買っただけ全部ノーマルだったんですよ。これなんでこんなものつけてんの？いや、あの、新品に近い方がいいかな。新品に近いか、これが。ダウンホース、ね、ダウンホースな。物はいいようだな、これ。これもまあ、オールペンしてんのこれ？いや、してないですよ。元の色。してない割には綺麗にしてるよ。これは偉い、うん、これは偉い。ノーマルで何もしてないけど、これは偉い、大変よくできました。これは立派。何にもないんですよ、この辺。続いて、はい、君は自衛隊員だろ。違う。おかしいな、外れたわ。痛かった。俺こういうの好きなの、こういう。どういうの？こういう小細工。あ、これね。さりげない。ね、こうバンバンもいいんだけど、このさりげなさがいいね。111だね。ケイチ君と一緒ですね、これもね。あ、俺と一緒だね。タコ足は俺のより太いね。50杯ですって、これ。これは太いよ、これ。50杯なんてあんまり効かないですよね。効かないね。トルク抜けるね。下はちょっと。下はない。うん、かな。下はちょっとスカスカするんじゃない？これいくらぐらいで乗せ替えたんですか、ちなみに。足回りも全部変えたんで。ははははは。120、30。みんな金かけてますね。かかってんね。これはもう大変よくできました。はい。オッケー。よかったね、じゃん。はい。車作りのコンセプトが明確でした。俺ラーエモかなと思った、これ。ねえ、これバンパーどこのバンパー？これあのファミリア。ファミリア。ここが86なんですね。ここまでが。うん、でこっからファミリア。ファミリアでリップの部分がレガシー。あれあれ。よくついたね。三者共同です。こうタイラップで引っ張りながら。これグリルはどこですか？グリルもグリルはファミリアのセダンの方で同じ車。これ何の？これはシルビア、一三シルビアのやつ。一三の。なんか特売で売ってたんで。あ、似合わないね。こればっかりは好みの問題かな。メットですね。あ、俺のメットですね、これね。メットですね、これね。すごいっすよ、これ。じゃん。北海道86保存会。素晴らしい。それだけで素晴らしい。素晴らしい。なかなか。
俺はあんまりコメントしづらいな俺のカラーリングだからな、これこれやっぱ黒いラインちょっと縁入れてほしいですね。ああいいね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 、やっぱりね、いいね、うん、いいね、ゼッケンも86ですね。うん、いいね、なるほど。なかなかね、自慢は、あ、自慢はカラーリングだけです。なるほど、やっぱりね、はい、自慢はカラーリングだけだけときたもんだな。保存会頑張ってくださいさあ、それでは発表したいと思います、はい。北海道地区、土産家地区、北海道地区の大変よくできました、はい、さあどうでしょうか。北海道地区自衛隊、えっ、あ、かっこいいね、いい、うん、かっこいいよ、あの、うん、綺麗にかっこよく決めてるね。やっぱ綺麗にね、大切に。そうそうそう、やっぱ86はね、愛が感じられますね、うんうん、はい、そうだね、愛が感じられないというわけじゃないんですよ、皆さんのねはい、おめでとうございました。ありがとうございます。葛西くんにはエポック社48分の1スケールモデルをプレゼント、おめでとう編集部には2人の86乗りがいる。彼らは走る機会が少ないため、暇があればドリドリの車載ビデオをぼーっと見てしまう癖がある。しっかり研究すれば別だが、ドリドリの走りに見とれてしまう2人はドライビングの進歩より車が下手る方が早いというありさま。しかし86をいたわる気持ちは人一倍。そんな彼らが最近気になっているのはドア周りのガタやボロ。そこで今回の86特捜部のテーマは、古い86を少しでも復活させようということで、ボロ8復活メンテナンス、ドア周りのボロを直そうということに決定した。というわけで、今回の特捜部はですね、ボロ8復活メンテナンス、はい、ということでドア周りのガタ、全部使えないで、助っ人に来てくれたのはドリキングを作った TRD の桜井さんとそのお友達、86のボディにめっぽう詳しい猪俣さん。訪れたのは猪俣さんが働く東京化学塗装、ここはかなり立派な板金屋さん。まずはドリキング、新車のようなドリキングだけど意外にもボロはあった。それがここ、インサイドハンドルが白っぽくなっちゃっている。これはいかん、放っておくとこんなになっちゃう。でまずはシコシコっとコンパウンドで磨いてみたが、やっぱり元に戻ってしまう。ああ、あんまり黒くならないですね、これね。またやっても白くなっちゃうんで取り替えた方がいいと思います。ということでドリキングはやっぱり新品と取り替えることにした。作業は至って簡単そう。猪俣さんがやるとたったの5分で終了した。でも特捜部はメカ音痴だから半日はかかるかな。ポイントは外したネジをドアの中に落とさないように注意すること。君もチャレンジしてみてはいかがかな。すげえ。違いはこんな感じ。輝きが違う。綺麗になって見栄えも最高。ああ気分がいい。料金と使う工具はこんな感じ。ドリドリもきっと喜んでしまう。一方2レゴはドアがスカスカ、ドアを開ける時の音に注目。この対策はドアフックで少しは調整できる。スカスカだったのが、ちょっとこうガシッとこうちゃんと閉まってるような手応えは出ました。出っ張っていたドアもつらい地になった。それでもダメな車はウェザーストリップを交換。新品のゴムと比べるともっこり度が違う。これは羨ましい。で早速交換。これは結構大変。メカ音痴の2人なら楽勝で1日はかかりそう。ちなみに助手席側はドアの開け閉めが少ないのでドアフック対策だけで OK とのこと。しかしこの部分はかなり高いパーツだけにちょっと勇気も必要だ。いやもうここから入れてくれない。これで TRD 違うんだ。俺もしっかりはめないと雨漏りの原因になるから注意しよう。あとはさっき押してしまったフックを調整して終わりだぞ。さあ効果はどうかな。全然今までスカスカだから閉まる。おーいいわ、これはいいよ。
前期型で一番古いホンダ号はドアがガタガタ？開けといてもらって、ええ、上手に上げてもらって、このガタが結構ガタきてますね。結構ガタガタいってますね、音も、ええ。この対策は古くなったヒンジを交換するしかない。特にアッパー側がガタつきやすいらしい。じゃあヒンジをちょっと取り替えてみたいと思います。この作業はちょっと素人には無理。黙って板金屋さんにお願いしましょう。ドアを外してヒンジも外す。これ硬いものです。うん、これもう遊びができて減っちゃって遊びが出てます。ヒンジをつけてからドアを取り付けるわけだが、ここからがマジで素人には無理っぽい。それは仮組みの状態でボディに対しドアの位置を正確に戻さないといけないから。このあたりを注意しないとドアが曲がったままの状態になり、各部分のクリアランスがバラバラになってしまうのだ。いやでも下下げると透けすぎなくなるんだこれ。部品自体は安いが工賃は安くない。そのまま閉めてもらう。さっきと全然動きが違います。しっくりと収まってますね。素晴らしいです。いいですね、うん、どうですか、うん、このしっとりとしたこの動きが出ました。今回取り上げた3つは一度に全部やるのではなく徐々にやっていくのがおすすめ。さあ次回は何をテーマにしようかな。ラストのコーナーは AE86 何でもチャレンジ。みんなからのハガキで一番要望が多かったのがこの組み合わせ、ドリキン号 VS ミトラットレーシングだ。ミトラットレーシングの飯田号は全てがスペシャルな仕様。16インチを履く足回りはもちろん、エンジンは AE101 の4スローフルチューン、ドライ散布化までされている。ドライバーはオリド・マナブだ。バトルステージは十勝ジュニアコースだ。 DRD ワークスノーマルチューン対フルチューンの道場破り、負けるわけにはいかない。俺の中では文太とやり合った秘策があるんだな。リーダーの車ですけど放送のように頑張ります。まあ余裕でしょ、ミトラットですから僕ら。40馬力以上のパワー差、漫画ではないこの現実とドリドリはどう戦うのか。オリダーは何を仕掛けてくるのかわからない後ろの相手に対し超マジドライビングで逃げる。コーナー曲げてないかも。オリダーを先頭に2レーンヘアピン折り返し区間に入る。秘策って何？ね、何？何？そこはコースじゃないですよ。でもまたしても前に出た。抜かれた。何なんだろう。おかしいな。俺の秘策は完璧だったはずなのにな。コーナリングでは差は縮まるものの立ち上がりは苦しい。
かしタイムはなんとコンマ1秒差。これってすごくない？アキラの86はパワーは出てるもののそのパワーを足が抑えきれないって感じだ。チャンスはあるのか？やっぱり86に乗ると変わっちゃうみたい。この人、わっと今度は完璧に前に出た。いけるか、いけんのか。匠でもあんなとこ走んないですよ。文太と俺で磨き上げた技をなんてこと言ったお前は。でも一瞬でも前に出るっていうそのスピリッツが大事だよな。もう負けるのは分かってても、ただ負けるのは悔しいから、やっぱスピリッツでいかないとダメよ。非常にそれを感じます。86乗りはただ負けてああもうダメだっていう、そういうのはダメ。86乗りはスピリッツ。良い子の皆さんは決して真似をしないように。8200まで回したんだけどね、追いつかないね。やっぱりノーマルエンジンですからね、111の。次はね、ちょっとエンジンやるよ俺は。ドリドリに火がついちゃったみたい。今後の展開に注目だ。86コーナー限定のプレゼントコーナーです。